翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも、翔平です。お願いします。本日は僕らが普段所属してます、はい、日曜チームラガーズの、新ユニフォームができましたので紹介していきます。はい、はいはい、こちらです、できましたね。はい、もう来たばっかなんで帽子は変わんないんですけど、はい、まあ、ユニフォームを今回新調しました。以前のユニフォームは以前の動画を見れば分かるんですけど、今回ちょっとこのブルー強めで今回行ったってことなので、まあブルーですよねこれね。これネイビー、誰作ったやつ来たの誰作ったやつ来たの話が違うじゃないかっつってまあでも色もそうだけどゆったりめな、はい、そうピックシルエットっていうのがやっぱいいかなってすごい思います。はい、まあ、ちゃんと映るよお前、おいてめえ、おい何やってんの、前出んじゃねえよ前出んじゃねえよ、映るよ、腹へこましたよしっかり足伸ばしてもっと足めっちゃ、まあ、今回ちょっと僕らは下履いてないんですけど、上だけ下ノーパンなんですけど、上だけ、はい、着てるんですけど、僕らはさ普段着てるユニフォームの番号とかやっぱあるじゃないですか。はい、変わったんだよ。これは変わってない。変わってない。変わってないですね。変わってない。変わった？変わったよね。俺も変わったんだよ。ほら珍しいですね。1が2つになっちゃって取られました。取られた。取られました。新しく入った左のエースの子をね取られましたんで、僕は1で11でいこうかなと。はいはいはい、思います。はい、着心地どうですか。軽い、うん、楽。ビッグシルエットなのでやっぱ楽です。あ、黙って、はい、聞いてないけど、はい、こっち分かりました。え、どうどう。え、実際にめちゃくちゃ軽いし、ちょっとストライプ入ってるんですよね。そうっす。そうで、多分これで軽量化になってるのかなとも思いますし、多分見えないと思うんだけど自分から見てこうやって結構透ける。透けてる。え、じゃあえ、いやと、お前黙れっつってんだよいらないんだよ、ガイアは同じことしか言えないんだよ。分かったか。はい、で、何で反対側が見えるってことはかなり薄い生地なんだなっていうのもすごい伝わってくるし、うん、肩も全然合わない。そうするし肩治るいや、それそういうこと。俺も毎日着るわじゃん、これ寝るときも着るわじゃん。まあ、こう、なんだろう、着た感じのストレスがないって。そうそうそう。なんかさ、この間さ、すげえちっちゃい服着るじゃないですかなんかもう、こうなったやつって考えたらこれやっぱいいっしょ、そっちの方が。ちょっとこう、大きめの方がいいよね、着やすくて、動きやすいし、すごいいいと思います。で、まあデザインもちょっと変わって、まあこの帽子見たら分かるんですけど、帽子のこのデザインのカラーとこのマーク違うんですよ。これはどうしたか分かんないけど、作った本人が今日いないので。そうね、作った本人が、まあこれをちょっと新しくしようってことで色変えたらしいんですけど、ちなみにこれ Z で作ったんですよ。 Z ってこう素材を3つぐらい確かこう選ぶのがあったんですけど、作った本人がめちゃめちゃ心配したんですよ。どの素材がいいですか言ってたんですけど、もうこれにしとけよって。俺が前こう会社の野球のユニフォームを作った時に作ったこの素材にしたんで、はい、これで間違いないよって言ったんで、多分間違いなかったでしょ。メッシュストライプでしょ、それが。どうそれ、そう、どうどうどう、よくない。いいです。いいでしょ、前のユニフォームよりいいでしょ。全然いいよいいよね。松井君はですね、前のユニフォームボロついてたんでまあしょうがない、まあ結構昔からやっぱね、ラガーズやってるんで。そうね、いや逆に変えてなかったからね。うん、本当誰も言わなかったので、俺とか良平が結構言ってたんですよね、昔から、うん、で、俺なら頼まれてたんだけど、俺がすっぽかしてて、ちょっとすっぽかして別のメーカー、なんか別の違う安いメーカーがあるといいって言ってたけど、結局全然そう動かなくて、もう俺が言って、じゃあ作らせましょうって、うん、若者が年末に作ったやつを見せますんで、うん、で、見してこうアンケート取って、これになったっていう、すごいシンプル。今ってさ、なんかさ、いろんな柄あるじゃん。そうね、めちゃめちゃおしゃれな柄だってね、あるじゃないですか。そこでこう、普通のっていう、ちょっとまあシンプルめな感じが、うん、ラガーズも結構ね、年齢も結構層があるじゃないですか。その中で、誰でも気軽に着やすいっていう。そうそうそう。もう俺が作った案とか全部もう抜粋されて結構おしゃれだな、今時にしたんですけどね、やられましたね、バッサリバッサリしたんで。まあこれで今年頑張っていきたいと思いますし、今年はね、去年と違ってランクがこう2部上がる感じじゃないですか、大会も。だからすごい大会でやっぱ勝たないとね、プロスでいけませんし、頑張っていきたいと思いますので、くれぐれでもやらかすことはないように、
皆さんやりましょう。ユニフォームに恥じないようにね。そうそうそう、ユニフォーム新しいね、せっかくだし、あの忘れ物とかしないようにね、はい、ユニフォーム忘れましたとか ないようにしっかりしましょうね。はい、大丈夫ですか。いや、みんな今年あのダブルヘッダーあったらね、2つ持ってきてとか普通にあるから、うん、あると思う。あのこれは本当に公式専用だから、オープン戦はもうあっちで使おうみたいなのあると思うんで、うん、はい、まあ大丈夫です。もう今年から入ったから、あの新規に、ね、加入したから、はい、よろしく頼みます。こいつの教育もよろしくお願いします。こいつの本当にマジでよろしく。スーキ君ね、ヒロトにはボロ強いからね。そう、まだ多分俺の方が多分会って長いんだけど、こっちの方が会ったんですけど、すごいもうボロクソ言ってて、やっぱ年末ね、大丈夫、そう、年始にやっぱ脱退と加入のこのあれがもうあったんで、ビザポーズあったんで、あれでまだバチバチらしいです。まだバチバチ、まだバチバチ、まずプレーで見せろよってやばいっすね。そうっすね、まあ副キャプテンにちょっと就任してますしね。就任、はい、え、就任ね、お前自分で就任って言ったじゃん。副キャプテンに就任したんで、とりあえずまあ副キャプテンらしい仕事とか、そもそも副キャプテンって何の仕事するのって聞いたら分かんないって言って、声出しますって言ったら、声出しますって言って、どんな声出すのって言ったら、おっしゃい行こうぜって言ってたんで、副キャプテンしか出しちゃいけないんですよねみたいな。いや、俺らもっと詳しいなんか声出してるよね。でも彼が思う副キャプテンは、おっしゃい行こうぜ楽に楽にだそうです。はい、今後のラガーズすごい心配なんですけど、とても心配なんですけど、副キャプテンというか、もうみんなの上に立ってっていうか、キャプテンのサポートもしつつ上に立って物事を言うっていうのも彼の成長の一つとしてすごい思いますので、頑張ってもらいたいと思いますので、はい、はい、やってなかったら本当袋叩きにしていいんで、やりで、ね、やりとかで、ね、まず僕出します。そうそうそう、おしゃ、無知買ってあげるよ。買ってやる、5本ぐらい買って、5本ぐらい。はい、ということで、ここからはラガーズ新ユニフォームでの試合の様子をお届けします。はい、バッターは翔平、アウター、ガツンと、これがサロリー戦を破っていくナイスバッティングです。さあ翔平どこまで行くかなって、バテてるな。はいはいはい、これで三塁ストップ、三塁打で最高のスタートとなります。さあ、そしてお次のバッターは高橋さん。高橋さんはね、本当にベテランなんで、ユニフォーム3代目かな。はい、これが金属バットでライトフライ、そして翔平タッチアップ、はい、ホームインでラガーズ新ユニでの初得点となります。そしてヒロト新ユニでマウンドへ。はい、これいいボールですね、ナイスボール。はいはいはい、ヒロトもね、今年ピッチャー頑張っていきたいということだったので、はい、これ、いや、いいですね。はい、お次のボール、これがうまく打たせてセカンドゴロ、1人目しっかりと抑えます。さあ、お次バッター、はい、これもね、さっきの翔平さんみたいな感じでね、うまく抜かれてしまいましたね。はい、ヒロトもまあちょっと甘く入ると、やっぱりキウイがね、ちょっと内部に持ってかれますね。これも、はい、そうですね、ちょっと甘く入ったところを持ってかれます。まあ、うまく運ばれてしまい、まあ、うまくどころじゃないよね、がっつりと運ばれて、これがランニングホームランとなってしまいます。はい、これ僕はね、キャッチャーでもう新ユニフォームで試合は、まあ、出てるんですけれども、実際どうなんですかね、ピッチャー目線では投げやすいのかな。まあビッグシルエットだからって言っても関係ないですよね。まあ袖ほら引っかかっちゃうかなって思う人もいるかもしれないですけど、でもヒロト的には投げやすいですよね。はい、今後続はしっかりと打ち取ります。はい、さあヒロトをバットで返すことができるのか。これただランナー三塁で引っ掛けてしまいますが、ここで、はい、高橋さんナイスダッシュ。ヒロトもね、ラガーズ初打点につきました。さあ回は進み、これピンチですがしっかりと打ち取ります。大崩れはせず、ヒロトとしてはまずまずの新ユニ初戦でした。3人とも今後このユニフォームで頑張っていきます。ラガーズね、インスタグラムもやってるそうなので、あの動画概要欄貼ってきますので、はい、こちらから連絡してもらって、対戦とかもう1回やりましたよね、インスタから連絡で やったんで、大会がなければ多分オープン戦とかできると思いますので、まあ、大宮警部とか周辺とか、まあ、狭山、入間、所沢、富士見野とか結構幅広くできると思いますので、ぜひとも、試合しましょう、はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではでした。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあしゃー、えーえー、いけいけいけ、そう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 
視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。